釣り子 TV です。これいよいよ釣り具屋さんに並んでましたね。今年のですね、まあ、シマノいろいろなリール出てますけども、どれか買いたいなと思って待ちに待ったですね、スコーピオン MD300XG の LH っていうことで、こんな感じでね、いよいよ釣り具屋さんに並んでいたので、買ってきてみました。まあスコーピオンとね、名の付くリールあんまりね自分で持っていないんですけども、カルカッタとかねメタニウムとかね買ったりしてるんですけども、このねスコーピオンというね、名の付くモデルに今度ね MD っていうね、こういった機種が追加になったわけなんです。で、この 300XG の LH っていうことで、まあ非常にですね太い糸がたくさん入れられるベイトリールっていうね、こういう感じなんだと思うんですけども、早速ね、どんな感じか開封していきたいと思います。いやーちょっとね、まあ、釣り具屋さんではねちょっとクリクリ触ったんですけども、はい、開けていきますね。こんな感じで、まず折ります。よいしょー。今年はもう本当ね、釣りの展示会がなかったからね、なかなか触れなかったんですけども、はい、出てきました。うーかっこいいな。ちょっとねこう赤の差し色が入っていて、まあねもう一目でわかるこの超深溝スプールね。で、300XG の後ろに LH ってついているじゃないですか。これはですね、このハンドルが長いよって、ロングハンドルだよっていうね、そういう表記みたいですね。釣り具屋さんにもね、このね、LH ってモデルと LH がついていないモデルがあるんですけども、LH がついていないモデルは、もうちょっと短いハンドル、ね、フラットノブの、もう少しね、小型のハンドルがついていてっていうことで、結構ね買う時に悩んだんですけども、まあこれねスーパーハイギアなんで、こういうパワーあるねハンドルの方がいいかなっていうのと、まああんまりね、なんか違うなって感じだったら後でなんだろう、短いハンドル買い直せばいいかななんて思って、今回はねこのね LH とね缶のつくこっちを買ってみました。で今まあこう糸も何にも入れないで巻いてみているんですけども、これねいいなと思ったところが何点かあって、まずはですねこういう超ごついリールなんですけども、マイクロモジュールギアがね、採用されているっていうことで、大きいんだけども比較的あのシマノ独特なシルキーな巻き心地なんじゃないかなっていうところで、まず選んでみました。あとはねもちろんこの、糸巻き量ものすごいね、糸巻き量を誇っていて、あとはねブレーキシステムに、何やらね新しい機構が採用されているっていうことで、まあ、ちょっとねここを開けてみますね。パチンとやって出てきたー。これ1,2,3,4,5,6,7,8 ね、シマノの遠心ブレーキ、これがね8ピンね、8つのピンでそのルアーの制御をしてくれるっていうことで、重いルアーとかを投げるときに非常にこの新しい8ピンっていうのがですね効いてくるよなんて言ってね、まあなんでこのリールを欲しかったかっていうと、まず太い糸がたくさん入れたい、それは、例えば大きなジャイアントベイトとかを投げたいんですけども、そういうルアーってめちゃくちゃ高いね、高いから投げ切れしたくないね、そこで太い P ラインなんかを入れたいんですけども、なかなかね、ルアーのキャスティングのリールで、太い P ラインを入れるとねちょっとね、糸巻き量が物足りないなっていうのがあったんですね。だいたい自分なんかだと、6号の P ラインなんかをがっつりね、
入れて投げたいななんていうね、希望があるんですけども、そんなね、高級なルアーをちゃんと制御してね、投げ切れすることなくね、投げ切りたい、そんな時にこういうね、新しいブレーキシステムどうなのかなっていうのがね、すごい気になってね、まあ、これで高切れしない太い B ラインなんかががっつり入れられるんじゃないかなっていうことでね、はい、どうせっかくまずちょっと出してみますけども、こんな感じのスプールですね。超深溝でね、ラインがたくさん入るよっていうことで、はい、中はこんな感じで、スプールを戻してね、で、この蓋をチャコンとはめてロックを忘れないようにして、はい、こういう感じですね。でこのね、パッケージに仕様が書いてあって、ちょっと口頭で見ていきますけど、まずギア比が 7.9:1 タイヤですね。で標準自重がですね、315g だよっていうことで、ボールベアリングは7つ入っています。ローラーベアリングは1つ入っていますということで、で、最大巻き上げ長ですね、これが、ハンドルを1回転すると、107cm 巻けちゃうっていうね、一回転でこう1メートル負けちゃうね。これで1メートル負けちゃうなんていうことなんで、まあ例えばね、なかなか釣り子 TV の動画ではやってないですけども、深場のジギングなんかをするときとかも、これにね B ラインねがっつり入れて、それで結構快適にね1回転でね1メーター以上巻いてくれるっていうことなんで。すごいそういう釣りなんかも快適にできるんじゃないかなっていうね、そんな、ところもありつつで、その後ろにいよいよね糸巻き量が書いてあるんですけども、ナイロンだとですね、なんと、16ポンドが 210m、20ポンドが、160m、25ポンドが 135m ということで、PE ラインだとですね、4号直径の PE ラインが、180m 入るよ、5号が 140m 入るよ、6号が 120m 入っちゃうよっていうね、こういうスペックなんですね。これはまあね、使い方はみんな人それぞれね、こういう感じで使うんだってあると思うんですけど、自分の場合はこれに、まあ太い P ラインを入れて大きなルアーを投げてっていうね、そんな想定で選んでみましたね。まあ今ね現行だとねこういう感じなんですよね。これはですね、シマノの、バンタムのですね棒竿で、ですね、170UH の SB っていうねやつね、これがすごい重いルアーしょえるよなんていうね、竿なんで、でこれにまあいろんなリールをつけてね試してみているんですけども、今はねこういう感じでアブのですねレボビーストロケットってね、これがなかなか、太い P ラインががっつり入って、それでもってハイギアでっていうことでね、お気に入りで使ってるんですけども、まあせっかくね、バンタムの竿なんで、シマノで合わせたいよねっていうことでね、それで、まあ年の初めの頃にはねタトゥーラーシリーズにね、すごい、こういうモンスターマシンが出るよってアナウンスがあって、そっちをね予約しようかなと思ってたんですけども、そこからさらにもしかしてシマノもなんか出てくるかもななんて思っていたら、このスコーピオンの MD っていうね、こういう機種が出るよっていうアナウンスが出たんで、これ発売いつかいつかなって待ち望んでいた、こういうわけなんです。なんでまあちょっと早速ね、せっかくなんでこのバンタムにつけてみたいと思いますが、はい、じゃあね、バンタムの棒竿につけてみます。あー、はい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 、いやー、いいですね。どうですかね、色の感じもバッチリ。いやー、いいですね。今バンタムのね、170っていうね、竿にね、組んでみたんですけども、ナイスな感じじゃないですか。ね。こう
これこれこれっていうことで、いやで自分ね手小さい方ですけど、こうギュッとね力が込められそうな、握り心地ね、いやこれはねいいな。あとね結構ねこのドラグの具合なんかもちょっと気になりますよね。うん、そんな太いね、P ライン入れるから、もう、ドラグガン締めでやっちまえばいいじゃんなんて思うんですけど、案外、その、まあ、C バスとか中心ですけどね、それでこういうタックルでやっていると、竿強い、リール強いっていうことで、力の逃げ場がなくなってしまって、結果、まあ、例えば、針を破損したりね、スプリットリングが破損したりして、で大切な一匹を逃してしまうなんていうこともあるんで、タックルはごついんだけども、結構ねドラグはねしっかり、働いてくれることによって、その口切れを防止したりね、不意の、突っ込みで何かね、そのこの竿リール以外のところの負荷にね、対応してほしいっていうのがあるんで、実際にねこうドラグの効きなんかもね、魚をねかけてみて、ね、試してみたいななんていうところではあるんですけども、まずはねこの8ピンの投げ心地ですよね。これ非常に気になるんで、早速ね、手持ちのルアーなんかを持ってね、投げ心地ちょっとね、投げてこようかななんてね、死闘っていう感じですね、行ってきたいと思います。でまあどんなルアーを使いたいか投げたいかっていうと、やはりねこういうやつですよね。こういうの、これはねデプスのねコードネームバスっていうね、ジャイアントベイトなんですけども、これなんかをね、去年秋口なんかにね、Cバスで使ったりしていたんですけども、今ねアブビーストロケットっていうやつで使ってるんですけどね、なんか非常にまあ使い心地はいいんで、まあ、ここら辺のやつとか貼ったんまた、そうですね、まあ、コードネームバスはねいくつかね持ってるんですけども、まあこういうやつとか、あとはこういうデプスのサイレントキラーの250とかですかね、こういうやつとかをね、快適にその高切れの心配なく扱いたいっていうね、こんな感じなんで、まあ、そうですね、ここら辺のルアーとかね、あとは逆に軽いルアー投げたらどうなのかななんていうのも気になるんで、いくつかねルアーとかね、いろいろ持って、試し投げに行っていきたいと思います。じゃあね、引き続き、よろしくお願いいたします。はい、というわけでね、糸を入れて川に持ってきてみました。これね6号の P ラインかな、秋にこの白パターンとかで使ってるやつね、そのまんま、入れて持ってきてみました。これでね、大きめのルアーどんな投げ心地かね、早速試してみたいと思います。じゃじゃーん、手持ちの大きめのルアーだとね、このコードネームバスですね、デプスのやつなんですけど、これがね大きめなんで、これをね早速ね、どんな感じかちょっと投げてみたいと思いますよ。ほいでね、結構ね秋とかずっとこんな感じでやってるんですけど、自分はねこのスナップに、P ラインを直結して絡み防止パイプ、そして浮き止めゴム、こんな感じでねリーダーを組まないで、もう直結で絡みづらくしてっていうね、こういう感じでねよく使ってるんですけども、これにこうつけてこんな感じ。さあちょっとブレーキ最初ね強めにして、あとはまあこれで準備完了なんですけど、はい、ちょっとねこれね開けてみて、ちょっと落とさないように注意で、こういう感じでね、これね今ねブレーキね8個とも全部オンの状態、生かした状態にしておりますね。こんな感じで重めのやつ投げたらどうかなっていう。はい、しっかりとロックをして、今ね結構ね投げたんだけど、まだまだ余裕の糸巻き量ね。これはほんとね、まあ不意に現場でトラブったりしてもね、ちょっと糸がなくなったりしてもまだまだ余裕があるっていうのは安心感にもつながるし、いいですねこの太い糸がやっぱいっぱい入れられるので。
もうちょっと緩められちゃいます。もうちょい緩めちゃいますね。ほんとね、糸が浮かない、うん、安心感、なんかうーってこうトラブり出すぞみたいなやつがない、すごいブレーキの制御が効いてる感じがします。でこのパワーハンドルもね、すんごい使いやすい感じ、うん、これはね、あのこういうジャイアントベイトとかで使うんだったらこっちのハンドルにして LH でね、よかったな。ほんとね、投げやすいかもしんない、これね、全然トラブんない。こういう感じにしたらどこら辺までね、飛んでるか見えるんじゃないかな。ちょっとこれで投げてみよう。こんな感じ。次はね、これメガドックのキャスティングオリジナルカラー、すごいね、視認性がいい色だからどんな感じか見えやすいんじゃないかなと思って、じゃあこれ試してみます。このメガドックって 130g ぐらいだったと思いますけど、ここら辺のがドンピシャで投げやすいなーってのはね、今ね、感じます。すごいね、なんかリリースのタイミングが取りやすいっていうか力強いしね、エキストラハイギアだから巻き取りもめっちゃ早いですね。これは快適なリールかもしれない。結構ね、メガドック6号の P ラインでいい感じで飛ばしてもまだまだね、こう余裕のあるね、この感じね、もっと飛ばせる人はもっと飛ばしちゃってもいいよっていうね、この感じ。あとはね、ほんとね、力強いシルキーな巻き心地ってのも確かですね、うん、この手のリールの中では確かに一番なんかゴワゴワ感がない巻き心地かもしれない。マイクロモジュールギアのね、それは効果かな。
ックベイトといったらこれじゃないかな、ジョイクロ178ね。ここら辺、これにはねちょっとオーバーパワーかもしれないんですけど、ここら辺のがどんな感じかね、早速投げてみたいと思います。飛ぶ、ここら辺のやつはね、全然投げれるんですけど、8ピンね、全開っていうほどのブレーキ力はいらないかなっていう感じですね。やっぱりジャイアントベイトとかを試し出した時に、あ、8ピン効いてるねみたいな感触があるんですけど、まあここら辺はね、普通の結構リールでも投げれちゃうからね。ただ安心感はあるんで、どうしてもこう足場が高くて抜き上げなければいけないとか、そういう時にこれで準備しておいて、太い PE ラインとかを入れておけば、おかっぱりの時とかね、安心かなね。ただ投げ心地に関して言えば、ね、ここまでのハイパワーな、ね、感じじゃなくてもいいのかななんていうのを感じました。はい。でちょっと大きいのに戻ってね、これはね、サイレントキラーの250ね、リップなんかがついてたりして、ここら辺どうかなってね、こういうの投げてみます。やっぱりここら辺のサイズ感のね、これ250とかね、こういうのを投げるときに本当ね、安心感っていう感じでね、すごいね投げ心地がいいなって、不安がなく投げれるっていうね、こういう感じの投げ心地でございます。飛距離はね申し分ないんじゃないかなっていう、そんな感じですね。これはね、あの携帯魚群探知機のディーパーね、まあここら辺なんかもね、こういうタックルがあればね、本当不安なく投げれるからね、ちょっとねこのね携帯魚群探知機なんかもどんな感じか投げてみたいと思います。ちょうど重りみたいでいいかも。十分
安い。着信音半端ない。ああ、こんだけ飛べば十分じゃない。十分じゃない、ね、全然糸が浮かない。竿も全然負けてない。竿はね、これ強いやつなんだけど、今年ね、さらにでかいルアーとかいろいろ出てくるかもしれないから、これダメだろうね、のサイズとんでもないで、ね、いきそうだ。お、他のも投げてみた。それが一番重いの。ちょっとこれは重いからちょっとあれなんだけど、スーさん、いや、俺右巻き無理だから、多分さ。右、いや、普通にアクションさせるって言ってんじゃなくて、これとかちょっと投げてみたい。投げやすいね。これはね、WH っぽい。ロングハンドル。ロングハンドルです。めっちゃいいな。なんかもっと普通のバスのリールみたいな短いハンドルもあるんだけど、楽だね。これこんだけ飛べばもうオッケーでしょ。あとはね、魚ね、まあまあもうちょっと先の。あれ、奇遇ですね。ちょっとこのリール買ったんですよ。あ、いいっすね、最近のやつっすね。ちょっと投げてもらってもいいですか。あ、ちょっとそっちの方でメガドックつけてみたんだけど大丈夫かな。ブレーキは今マックスにしてる。お、どう。竿が短い割には投げやすいですね。ああ、リールもノンストレスだし。結構飛んだね。なかなかこのサイズここまで飛ばせる竿とリールはなかなかないですね。あ、これはちょっとちょっと投げてみてもらっていいかな。モンスタードライブ。ちょっと追い風で、まあ、それでもここまで飛ばせない。いやね、全然ちょっと向かい風っていうか横からまあ向かいだね、食らってるけど結構飛ぶでしょ。結構いいっすね、このリール P6 入れて。これはちょっと秋が楽しみだ。なかなか巻き心地もなんか軽やかで。マイクロモジュールギアが入ってる。いいよね、投げてて巻いて。気持ちいい。このサイズがここまで飛ぶのは気持ちいい。おかっぱりで全然十分いけるんで。なんか普通にシーバスやるにしても。おかっぱりでそんなね、細い糸だとね、怖くて高切れが。あんまりフルキャストできない。ね、うん、いいリールです。気に入った。これはちょっと欲しいからビッグベイトとか投げる。でもね、ジョイクロの178とかだと、まあ、ちょっと今ブレーキ全開だけど、ここまで効いてくれなくてもっていう 100g ぐらいのバーとかだったら一番使いやすい、はいはい、全然浮かないよ。全然ラインが浮かない。これちょっと普通に2万7千円くらいだったら、ね、安いと言っちゃうかも。そうですね。なんか持ちごたえも全然でかくもないし。マグナムスプーンとかにいいんじゃないかなと思って。
あ、なんか最近マグナムスプーンもどんどんでかくなってる。これはなかなか。DC ないからちょっと不安かなと思ったけど、 DC なくても全然、全然制御しきれてる、ね、全然いけます。あのシマノって昔からブレーキが6個ピンじゃん、はい、4個になったりとか、はいはい、あれが8個ついてる。あ、遠心力が、遠心ブロックが今8個全開、まあ、なかなかハンドルもでかいし、これはハンドルはこのパワーハンドルと通常のもうちょっと短いハンドルと、あ、これはもつい方。こういう感じ。本当最後の一瞬だけサミングで。ね。でもこれも不安な人はあのキャスコンもっと締めちゃえばそこまでして、今キャスコンちょっと飛ばすために緩めてるんですけど。はいはい、キャスコン閉めたらもう本当ノーサミングでもいけちゃうんじゃないかみたいな。そうするとちょっとやっぱ飛ばなくなっちゃうから、払っちゃうんです。なんかねベイトもいっぱいいるからパチャパチャしてるの、ちょっと時期的に厳しい。このバンタムの竿も結構、この竿もいい、これいいでしょ、これいい、この竿すごい軽くてパワフルで、売ってないやつ、これは、うん、受注生産かなんかだったと思うけど、これいきなり初めて使った時に55アップ2匹抜き上げたから、最高だね、この竿いいね、うん、このバンタムの豪座をなかなかなんです。これはなかなか、たまにキーポンとかで中古で売ってたんです。あ、結構すんの中古で、まあ、なんかないけど他にないスペックの竿だからね。まあでも今年はあのデプスからあの ストロングジャークだっけな、7フィートぐらいで 1.5 キロまで投げれるよって竿が出る。投げる、うん、がなんかつい最近発売されたはずだから6万くらいするのか、6万7千円くらいだと思う。これいいな、サオン。はい、ということでね、暗くなってきちゃいましたけども、なんかね投げ心地がいい、気持ちがいいからね、どんどんね次のキャストに移りたくなるようなね、そんな滑らかな巻き心地と、あとはね力強さと、あ、バッチリですね。ちょっと重いルアーとかねいろいろやってみようかななんて思ってる方はですね、だいたいお店では2万7000円前後でね買うことができたんで、これ一つね、あるといろいろ釣りの幅が広がっちゃうんじゃないかなということで、スコーピオンの MD ですね、これをちょっと投げてみました。はい、これクラド DC ですね、海外版のエクステンス DC、うん、でこれを何大改造したの、もともとドラグ音出ないんですけど、うん、それはエクステンス DC のドラッグサウンドを購入して、あ、本当だ、鳴ってるね、音が鳴るように、え、何、エクステンスのユニットをそのままぶっ込んで、ぶっ込んでドラッグサウンド、エクステンスを買えばよかったんじゃない、そういうこと、いや、まあそういうことなんですけどエクステンス DC が出る前にこっちのが早く買ってたんで、クラド DC にドラグサウンドをどうしても乗っけたかった、そうですね、ちょっとどうしてもドラグが出されてる感がわからなくて、ファイト中になんかコアなさを使ってますね、必ずそれがなかなか最近気持ちいい、長くて、
侍忍者腹切り藤山、懐かしの懐かしのデプスの伝説のさ、ファック86ちょ、これちょっと投げてみてどんな感じなんだよ。まあ、結構何でもオールマイティな竿で作ってあるんで。あ、DC はもちろんちゃんと生きてて、ドラグ、ドラグ機構だけ、あの、まあ、要はサウンド音鳴るところのドライブと、うん、まあ、ドライブのところについてるのを入れると、今度ドラグワッシャーもちっちゃいやつになるんで、その辺を全部純正を入れて、はい、うん、エキサイティングドラグサウンド出るぜっていう、エキサイティングドラグサウンドにしました。ちょっとチヌだと結構ライン出されるファイトが多いんで、その時に気づかないうちに根に入られてたりとか、あ、ドラグの音を聞いて、そのパイプが、そうですね、やばいっていう塩梅を、まあ、ファイトできる、気づくよ、あんま手元見ながらファイトっていうのはないんで、あーって負けてんのか負けてないのか、滑らかすぎて負けてんだか負けてないんだか分かんなくて、あれ気持ちよさそうなセッティングっすね。結構、まあ、今だったらエクステンス DC を買えばもう全部そのままなんで、ドラグサウンドも DC 機構もいろいろついてるから、で PO もついてるんででもまあこっちの方が先に海外では出てたんで、こっちの方を買ってドラグを組み込んで、そんな感じです。スペシャルセッティング黒台仕様、黒台仕様ですね。最近は黒台でこれ使ってます。結構いい感じで、竿も長くないとちょっと根がかり取れなかったりするんです。あ、気持ちよさそうだねこれ。結構いい感じですね。まあ軽いのはこういうのでやって、じゃあ原ちゃんもちょっとでかいのはスコーピオン MD の考えちゃおうかな。あのでかいのもちょっと最近ちょっとまたシーバスをいろいろやろうかと思ってるんで、まあランカー便に乗るのに必要なんじゃないかと、うん、ランカー便だとこれだとちょっと、これだとちょっと華奢かもしれないね。入れられる糸の号数が、そうですね、これだとちょっとね、あー気持ちよさそうな。また最近の PE がなかなかいい PE で、これシマノの PE なんですけど、何本よりの、これは88プラスってやつ、8プラス、あの12とか使ったりしてる？12はちょっとお値段がいいんで、そんなにはあんましなやかすぎるとちょっと竿が古いんで、糸絡みがやっぱりセッティング上ちょっと良くないのかなと。結構ライン傷つく釣りなんで、糸はまめに変えていかないと。ありがとうございます。はい。おまけ。これで釣れたら面白い、ね、うん。試し投げまで。おお。あ、今当たった？当たったけど。追っては来ない。